はいどんちゃーササイアンです本日もニュースをぶっついていきましょう 今日前半のお題は、関口博士のサンデーモーニングが中国の BYD を番組内で押しまくった挙句、EV の技術についてうさんくさい情報を垂れ流したので、その辺がっつり削りに行くのと、後半は静岡の川勝辻がまた出現をやっちゃいまして、リニアの着工条件に南アルプスを愛する方からの同意が必要と言っちゃいまして、はぁと、またポンコジスと発動したかと、そんな話をお伝えします。僕の喋りを聞いて、目なんですけどかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずはサンデーモーニング BID 推しの話題から TBS サンデーモーニングより見出しがですねえ中国メーカーが日本の EV 市場を席巻か日本はなぜ出遅れた電気自動車をめぐるアメと無知とは一発逆転の新技術とはということで本文を抜きりして読んでいきましょう日本で開かれているモビリティショーで存在感を示したのは中国の自動車メーカー BYD だ 各国メーカーがしのぎを削る EV の販売台数でアメリカのテスラに次ぐ2位に一方日本メーカーではホンダが28位トヨタが29位と海外勢に大きく水をあけられた自動車大国日本はなぜ EV でここまで出遅れたのでしょうか欧米でエンジン車から EV への転換が進む要因となった日本にはない飴とムチとは手作り解説でお伝えしますあの毎回思うんですけど三森のあの手作りの紙芝居みたいな説明はどこに需要があるんでしょうか おじいちゃんおばあちゃんが視聴者ですからね、紙芝居だとか、飛び出す絵本みたいな、あんな演出をしていけば、懐かしがって見てくれる、そんな感じで、下手なノスタルジーマーケティングもやってんでしょうか、ちょっと気持ちが悪いですと、今回のジャパンモビリティショーでは、さまざまな EV が展示された、中国の BYD は、4つの車輪にそれぞれ独立したモーターをつけた車を発表、タイヤが1つパンクしても走り続けることができるといいます、えっと、サンデーモーニングのスタッフたちは、車買ったことないんでしょうか。 現存するガソリン車でも、ランフラットタイヤを履けば、タイヤが一つパンクしても、距離にして150キロ程度は走りますよ。対して珍しくもない話題を、さもすごいことっぽく言っちゃうのはですね、車を全然知らない方への古代広告になりますからね、そういう保持方はおやめください。X という感じですよと、と。トヨタは1回の充電で1000キロまで走れる車両を発表しましたが、全世界の EV 販売台数は、主位がアメリカのテスラで、次いで中国の BYD。 アメリカの GM、ドイツのフォルクスワーゲンと続きます。日本勢では7位のルノー、日産、三菱が最高で、ホンダやトヨタは20位台です。日本のものづくりの象徴だった自動車ですが、 EV では海外勢に大きく水をあけられた形だ。なぜ日本は出遅れたのでしょうかとかなんとか言ってますが、例えば、米国の市場においては、ですね、充電して一定距離 EV として動くハイブリッド、まあ、通称ね、PHEV と言いますけども、これは環境性能適合車として認められており、それをラインナップするプリウスについてはです、ね、もう飛ぶように売れております、飛ぶようにっていうのは、ですね、具体的に申し上げると、在庫が3週間切ってる状態、つまりですね、え全米の全ディーラーの駐車場にプリウスの PHV を置いたらですよ、 三週間以内に全部売り切っちゃうという意味です逆に PHEV を多く販売できていない企業は会社全体で排ガス規制ができてませんのでそうなってくると CO2 クレジットというですねものを購入しないといけませんこれは一つのねペナルティなんですよね CO2 のねそんなペナルティを払うのであれば赤字でもいいから EV を売った方がマシだぜっていう動機も働いているのでだから日本メーカーは EV の出足が鈍いというのはハイブリッドにアグラをかいていたという意味もあるのですがそもそもその CO2 クレジットのペナが 他国のメーカーカよりも比較的少なかったいっいうのが背景にございますこの辺までちゃんと説明していかないとほんと誤解が多くなっちゃうと。とはいえ脱炭素化の流れにも欠かせない EV なぜ欧米では EV の普及が進んだのかそこにあったのは雨とムチです例えば EU では大規模な購入支援やインフラ整備支援で EV を優遇一方でエンジン車については2035年に新車販売を全て禁止とする無知を発表。一部で緩和されたものの規制の方法 方向でで議論が進んでいます、えー、これもだいぶ古い情報、今の EU の流れを見ていくと、合成燃料は OK というところまで来ているので、この合成燃料というのはですね、工場の排ガスから作られているガソリンみたいなものでして、一応 CO2 削減に効果があると言われております。えー、先ほど言った通りですり、ね、成分はガソリンによく似ているので、エンジン車に給油すればですね、合成燃料を給油していけば、車は普通に走ります。つまり、ガソリンエンジンを2035年までにやめるという方針は、 これ一応出てますけれども、欧州の自動車メーカーは、フォルクスワーゲンを筆頭に、BMW なども含めて、合成燃料を突破口に、ガソリン車の生産を維持するものと言われております。サンデーモーニングは車のこと知らない奴がせんそこら辺の情報を鵜呑みにしてただただ情報を垂れ流してる風に見えます。全く害悪なニュースです。と、でえ、日本でも現在は EV に一定の補助金がありますが、自動車評論家の国沢光弘氏は、日本は欧米と比べて支援が手薄で、欧米のようなエンジン車の規制 ないと指摘出遅れた日本に巻き返しのチャンスはあるのでしょうか期待されているのは EV の電池技術だトヨタは開発中の次世代電池を発表寿命が長い上希少なレアメタルを使わないためトヨタで現在使っている電池と比べて製造コストが40%安いといいます34年後の実用化を目指して国沢さんは一発逆転のホームランになり得ると期待していますおしまい ということで、あのー、サンデーモーニングの制作サイドは恥を知れと言っておきたいです。技術がどうこう以前にですね、なんで BYD ジャパンの社長が熱弁を振るってる映像を出しているのか。 ほんのこの前まで中国は汚染水が、汚染水があって日本にレッテルを張りまくり、その上官民挙げてと言ってもいいでしょう。とんでもない迷惑電話攻撃を国際的に仕掛けた国です。いまだに魚介類も輸入禁止継続しておりますしね。であれば、大規模なイタズラ電話をやってた国が恥ずかしげもなく日本市場に参入しました。BYD の社長はあのイタズラ電話についてどういう気持ちでいらっしゃるのか。日本の国民を愚弄したのに中国メーカーは日本で受けれると思ってるのか。日本の自動車ユーザーに対して何か言うことはありませんかとね。 えそんな風に僕が取材班であれば絶対聞くと思うんですけども何でサンデーモーニングは国民感情に一切触れずにただただ BYD はすごい慢性と報じているのかまあそれがサンデーモーニングの提訴なのだというふうに言われてしまえば、まあ仕方がないかもしれませんけどね見ていて非常にイラッときました。それからもう一つ 今日のサンデーモーニング番組拝見しましたけれども嘘とまでは言いませんけども非常に誤解を与える形で EV 技術を報じていましたそれがどこなのかと言いますと EV パートの後半部分でトヨタが一発逆転のホームランで超寿命でレアメタルも使用せずに製造コストが4割ほど安いバッテリーを実用化予定だと言ってたんですけどもただその前段でですねトヨタは1回の充電で1000キロを走るバッテリーを発表とも報じてましてなんかこれぼーっと聞いてるとそっか1回の充電 で1000キロ走れてその上製造コストも下がるなんてそんなふうに錯覚しますがこの2つのバッテリーは別物ですからね。 一回の充電で1000キロ走るのは全固体バッテリーというやつでして製造コストが高いのでトヨタはレクサスの上位グレードから順次搭載していくと言っております。で、もう一つのですね、製造コストが4割安くて寿命も長いというのはこれバイポーラ型バッテリーと言いましてもうすでにアクアハイブリッドにも搭載しております。もちろんこれからさらに改善をしていってですね、大容量の EV 用にこのバイポーラーを仕上げていくということなんですけれどもね。で、えー、この辺多分分わかってないんじゃないでしょうかね。少なくとも番組を見ていて 僕はこの2つをね同一して伝えてるのではとそんな風に感じたので先ほどパンクしても走れるっていう部分も含めですね、えー、こやつが自動車全然分かってないみたいだなとこんなんばっかやってるからサンモニアマスゴミだって言われちゃうんですとほんと皆さん気をつけてくださいねさてお次は静岡の川勝寺が相変わらずおたんこなすなことをやってる話題をプレジデントオンラインより見出しがですねリニア着工には山を愛する人たちの納得がいる、えー、事実無根の難癖をつける川勝寺に県政を託していいのか。 ということで本文を抜粋して読んでいきましょう静岡県の川勝次が10月10日の定例会見でリニア工事着工への手続きを根本から覆すありえない発言が川勝次から飛び出した <laughs> 会見で日経新聞の記者が自然環境に関して関係者の納得が必要だという話があった水問題の場合だといわゆる大井川の流域自治体などで分かるがそのほか自然環境問題に関して具体的に納得させないといけない利害関係者を想定しているのかと質問 これに川勝治は南アルプスを愛する内外の人たちだととんでもない回答をした <laughs>。 <laughs> あの、ちょっとないてからんねって感じですよね。南アルプスを愛する人って、それがそもそもどういう人を指してるのか、この時点では全く意味不明ですし、まあ、百歩ずって、百歩ずってですけどもね、南アルプスの内外というのは、これ、静岡と山梨県内と、それ以外のことを指してるのか。でも、それを言うとですね、対象は全国になっちゃうんでね、北海道も南アルプス街、沖縄も南アルプス街ってことでね、意味不明にも程があるわと。で、なお、この質問に関しては、後に 訂正が配布されたのでてっきり利害関係者の部分が削除されたのかと思いきやなんと南アルプスを愛する内外の方の部分はそのまま残っていたのだから驚きだ <laughs> しかも県はこの内容を肝心の JR 東海国交省にも伝えていないというのだは マジで正気ですかと。えー、この訂正は自然環境保全で不特定多数の利害関係者を想定している。これでは JR などに説明していたリニア着工への手続きを勝手に変えたことにもなる。県ホームページのリニア着工までの流れでは、えー、法律条例等の行政権限に基づいて、リニア問題の課題解決に向けて、利害関係者の合意手続きを踏むと説明している。あのー、川勝次はムービングゴールポストでもやってるんでしょうか。リニア工事のルールブックは俺が変えたっせよとかね。 そそんなこと言ってそうですよねと。で、知事は自然環境問題の利害関係者に南アルプスを未来につなぐ会を挙げた上で顧問には県立大学学長の小池先生それから全体会長は山際純一さんですと回答した。ちょっと ちょっとちょっと、聞き捨てならない名前が出てきたなと、山際淳一といえばですよ、ゴリラ研究の第一人者であると同時に、左ストの集合体、学術会議の元会長じゃないですか。そんな奴が開く会がニュートルなわけがないじゃないの。寝言は寝てから言ってくださいと。で、しかも、この会は21年7月に静岡県が設置したもので、事務局は静岡県の自然保護課である、 これに対して日経記者は JR 東海が環境保全に責任を負うということは一般論ではわかるが南アルプスを未来につなぐ会を納得させる法的な責任はないように思う。その上で県として何かやってることがあるのかと突っ込んだ。すると川勝寺は南アルプスの自然を保全することは環境行政の使命というか責務ということはかなり力の入った言葉が言われたなどとわけのわからない説明を繰り返していた。<laughs> えー、ちょっとどういうこと川勝寺は宇宙人でもなっちゃったんでしょうか JR がその県の団体山際なんちゃらってね、えー、元学術会議の変な人にどんな説明が必要になることそれを尋ねているというのに自然を保つことは行政の使命の責務だってねなんかおいおい言葉のキャッチボールが全くできていないんじゃないのもう川勝は引退なさった方が身のためだと思いますとでまた川勝知事は県職員が県内高校の生物クラブに関与して若い世代に南アルプスの自然の厳しさと同時に希少性を教えていると説明した後やっぱり南アルプスを未来に繋ぐ 会も大きいでしょう三学界の関心も非常に高い、えー、そういう方たちが納得しないと不具合がある、南アルプスを愛する内外の人たちと言ってもいいなどと、質問の趣旨とは全く違う回答ではぐらかしていた。<laughs> <laughs> あの悪いことは言いませんの、ね、でもう知事お辞めになったらいいんじゃないの今の話をそのまま受け取っちゃうとリニアの工事に高校生の生物クラブだとかね山登りを楽しむね山岳会も入ってきちゃう誰かこの暴走知事を縄でくくりつけて柱にでも縛っておいてくださいませその上で川勝知事は「利害関係者を南アルプスを未来につなぐ会」だけでなく南アルプスを愛する内外の人たちとさらに範囲を広げてしまったそれにそもそも南アルプスを愛する人たちなどという漠然な とした利害関係者があれば、JR はリニアの工事を行うことができなくなくる、えー。これは本当その通りでして南アルプスを愛する人たちなんていうのは、ね、もはやお気持ち共鳴ですからね中国でもですね南アルプスを愛する人はいるでしょうしブラジルだってね南アルプスを愛する人はいるでしょう話をはぐらかそうとしたらどんどん話が大きくなって自分でも何を言ってるのか収拾つかなくなってきてるんだと思いますこれじゃあ認知症がひどくなったバイデン大統領と一緒ですだとでどう考えても自然環境保全で県以外の 利害関係者などは存在しないのだ。南アルプスを未来につなぐ会は県が予算を使ってこれまで自然環境の保全で何もやってこなかったことを取り付けるように作った団体であり利害関係者として科学辻の回答は論外である役員も大学教授や県の関係者で構成されており実際に南アルプスの生態系を変化することで直接的な利害を被る人はいない要するに自分に都合の良い御用学者だけを集めてそれを第三者機関として扱いたいってねそういったご利用者の組織な でしょう。川勝知事は本気でやばいとだが、えー、県庁内では知事の発言には逆らえない特にリニア問題では川勝知事が決めたことは全て正しいことになってしまう10月20日に開催された静岡県生物多様性専門部会も全くその品の実を添った茶番だった <laughs>、えー、会議の途中で森高志副知事が国の決断では不十分だという意見でよろしいかと強引にまとめ上げようとしたが、えー、幸いなことに出席した市人の委員の中に、えー、国の有 会議の報告書を建設的に捉えるべきだとする意見があり当日の結論は先送りされた <laughs> なんかもう静岡県庁は全員悪のアウトレジみたいですねとで、えー、知事は南アルプスの自然環境の保全生態系の保全など空論を並べ続けている <laughs>、えー、逆らえない事務方は知事に沿った意見書を何としても国に送らなければならないなので、えー、自然環境問題の利害関係者を不特定多数の人としてしまうのもその延長線上にあるこのような知事の会見 この訂正内容が県の公式見解となれば県行政への信頼性が完全に失われることを川勝次は理解しなければならないおしまいということで、えー、この記事長につきところどころすっ飛ばしております全文知りたい方は概要欄からご覧ください いやー、しかし、驚きましたね。リニアの工事の着工条件に、南アルプスを愛する人を納得させねばならないとはね、<laughs> もうちょっとね、どうしてしまいましょうかって話ですけどもね。それに、最も根本的なことを言うと、川勝寺は猛禄していて、もう全然自分で気づいてないのかもしれませんが、山梨県には南アルプス市っていうのが存在するので、自治体目線で考えていくと、南アルプスを愛する人はイコール南アルプス市の住人の考えとも取れるので、そうなってくるとですね、じゃあ、山梨県の南アルプス市でリ リニアをめくる住民投票が起こればどうなっちゃうのかねそんなわけのわからん話にもなってきますそこまでいくともうねもう何がしたいのか全然わけわかんなくなってくるんですけども、まあ、もしかしたらワンチャン考えられることはかかトじゃもう県政を混乱させたまま、ね、このまま混乱させたまま2025年6月にある知事選までこの混乱を引っ張っていけばで次の選挙で勝てるわけはないと思うんですけどももし万が一立憲共産党系からですね若い人材が飛び出してきたらですねそこに1枚乗っかれながらさらにリニアに嫌がらせをするとえそんなことと と思いますけども、何はともあれあと2年弱このアホな混乱は続きますので JR 東海さんを沖の毒様と言っておきましょうかということで今日も話が長くなりましたのでこれクライして最後はほっこりの抜けで済みたいと思いますバッテリーとかけましておでんの具材入れすぎ届きますその心は充電します。<laughs> なんだよ重おでんって <laughs> え家庭の鍋でするのは大体ね八丁でんがちょうどいいかなってね、まあ、そんなわけのわかんないこと言ってますけれどももうすっかりおでんの季節ですねよかったら皆さんの好きな具材書き込んでくださいませちなみに僕は和がらしをのせたちくわでしょうかねということで本日も面白かったためになった方ですねチャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたしますありがとうございましたささやんでした